ディア・ミシェルはアメリカ合衆国の俳優、歌手。名前はリーと表記されることもある。主にミュージカルに出演しており、近年ではテレビドラマグリー、グリーのレイチルベリー役としても知られている。ニューヨーク市ブロンクス区生まれ、イタリアとアイルランドの血を引く母とスペイン系セファルディムの血を引く父との間に生まれた。幼い頃から舞台に立っており、 1995年にレミザラブルでデビューを飾った。その後も継続的に出演し続け、1998年にラグタイム、2004年には屋根の上のバイオリン弾きに出演、2007年にはスティーブン・セーターとダンカン・シークによる春の目覚めでドラマデスクショーミュージカル部門主演女優賞にノミネートされた。この時の共演者、ジョナサングロフトは、 今でも親友同士である。2009年に、グリー、グリー出演をきっかけにブレイクし、数々の賞にノミネートされる。その美声は5オクターブ出るとも言われ、第45回スーパーボールで、ゴッドブレスアメリカを歌唱した。2014年3月5日、ファーストアルバム、ラウダーをリリースした。身長160センチメートル。LGBT の権利や、動物愛護などの運動に、 積極的に参加。ペタのメンバーでもある。俳優のテオ・ストックマンと交際していたが、2011年9月に破局。その後、グリー、グリーの共演者コリー・モンティスと交際していたが、2013年7月に、モンティスがバングーバーのホテルにいたヘロインとアルコールの過剰摂取で死去。2019年3月、2017年7月から交際していた。 アパレル会社、エアの社長ザンディ・リーチと結婚。カリフォルニア州で指揮を執り行った。2020年ミネアポリス反人種差別デモなどの発端となった事件に関して、ミシェルは人種差別反対運動、ブラック・ライブス・マターへの支持を表明するツイートを行った。それに対し、グリー、グリーで共演した俳優ザ・マン・サウェアがミシェルから言われなき、 様々な差別行為を受けたことをツイートで告発した。引き続き、俳優のアレックス・ニューエル、アンバー・ライリー、ダビア・スネルらがミシェルから受けた差別行為を告発するツイートを行い、共演者、メリッサ・ブノワはこれらのツイートにいいねをして、ミシェルの行為を案に認めた。このことから、食材宅配サービスのハローフレッシュは、ミシェルとのパートナーシップ契約を解除。 ミシェルは6月3日に、インスタグラムで謝罪と弁明の声明を出したが、指摘されたようなことをした覚えはなく、私は人を、生まれや肌の色で判断したことはありません。私の特権的な立場や視点が無神経な、もしくは不適切なものだと受け止められたのか、それとも私が未熟で、不必要なまでに気難しい人間だったのが、原因だったのかはわかりませんなどと差別されたがあの、 受け止め方の問題でもあるとした。このことから、舞台での共演者の俳優、ジェラルドカ・ノニコが、記事へのコメントで、ミシェルとの共演を悪夢だったと告発、削除されたことも含めて非難しているほか、グリー、グリーで共演したヘザー・モリスが、随分長いこと周りの人たちを下げ住んできたことに、対して、リアは報いを受けるべきだと思う。けれど、 それを黙って見過ごしてきた私たちにも責任はあるとツイートしている。一方、アンバー・ライリーは2年ぶりにミシェルと連絡を取ったという。そもそも、ハリウッド文化の中では、白人以外の人種は使い捨てであった背景があり、ミシェルは今の現実世界で発生したこととリンクする過去の現行があったために、人種差別主義者と仮定されただけであり。 ライリーはミシェルが成長したことを願っているという、ありがとうございます。